これでわかる、イワン・クラムスコイ。ロシアの画家であり、美術評論家。こちらの作品でご存知の方も多いのではないでしょうか。忘れ得ぬ人、または見知らぬ人。サンクトペテルブルグのネフスキー大通りを、ベルベットの帽子と毛皮のコートに身を包み、豪華な馬車の上から見下ろす女性。この絵はその美しさから、ロシアのモナリザと呼ばれましたが、高慢で高飛車とも批判されました。表情や服装から勝手に高級娼婦と決めつけられたとか。ただ逆にこの絵が気になってしまう人が多く、とても人気の高い作品となりました。モデルが誰なのかははっきりしていません。トルストイの小説アンナ・カレーニナのアンナではないかという説が有力のようです。トルストイがアンナ・カレーニナを執筆している時に、クラムスコイがトルストイの肖像画を描いていたということと、小説に出てくる人物像に一致する点があるからだそうです。アンナのように不倫をして愛を貫いた女性の印象があったのでしょうか。実際のところはどうだったのかわかりませんが、インパクトがあり、忘れ得ぬ人というタイトルがとても合う気がします。さて、クラムスコイはどんな人だったのでしょう。1837年、ロシア南部にあるオストロゴシスクに生まれる。写真修正師として働いた後、1857年、サンクトペテルブルグの帝国芸術アカデミーに入りました。そこで違和感を覚えます。アカデミーでは、イタリアやギリシャを至高の芸術対象としていた新古典主義などを評価していたのですが、クラムスコイは新しい美術表現を求めました。ロシア人が美術の世界で独立突破する時代がようやく来ているのです。と言い、アカデミーの最終コンクールの画題を自由に選択させてほしいというものの却下され、抗議します。これは同じように思うメンバーで組織され、14人の反乱と呼ばれ、その指導者としてクラムスコイはアカデミー退学になります。その後、一緒に反乱を起こした仲間たちと美術家組合を発足。ワシリエフスキー島にアトリエを設けて活動しました。絵画教室でも教えていて、その生徒には、イリア・レーピンやニコライ・ヤロシェンコなどがいます。1870年、巡回美術展協会、通称移動派を発足。自分たちで絵画の主題を決めるため、アカデミーから財政的に独立する必要がありました。移動派は事実上、国家の支援から独立した初の民間画家ビジネス。画家らの収入は展覧会や販売会での売り上げに応じて決まりました。地方都市をも回ることで移動派と呼ばれます。彼らが描きたかったものは、人々の感情を喚起するような風景描写を含む芸術性と民族や祖国をテーマとする作品。時代はロマノフ家が支配する国民に厳しい帝政ロシア。民主化を求める革命家が出てきます。クラムスコイは彼らの理想に感化され、芸術においても改革が必要だと思っていました。彼は画家の役割について、人々の前に鏡を置き、その鏡を見て彼らを不安にさせる使命、を持つものと考えていました。そして心理描写に優れた作品をたくさん手掛けています。こちらの絵をご覧ください。荒野のイエス・キリスト。新約聖書によると、洗礼を受けたキリストは荒野で悪魔の誘惑を40日間受けたとあります。この絵は聖人としてのキリストではなく、人としての内面の真理を覗かせる作品。この表情と固く組み合わされた手が、自己犠牲に反問している人間的な姿を表しています。ちなみにこの手は、手錠で繋がれているように不自然に合わせられているという美術評論家もいるようです。この絵のキリストは人間らしくて、なんだか親近感が湧いてしまいます。クラムスコイにはソフィアという娘がいました。彼女は肖像画家でしたが、革命後は教育人民委員会の博物館の修復工房で働いていました。教育人民委員会というのは日本でいう省のようなものらしいです。文部科学省とかの省ですね。そして彼女は
反革命的宣伝をしているということで逮捕され、シベリアに送られました。父クラムスコイは帝政ロシアで苦労し、娘は革命後のロシアで苦労したんですね。クラムスコイはそのロシア革命を知らずに1887年、心臓動脈瘤で亡くなっています。50歳でした。では最後に、他のクラムスコイの作品を見てお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。